オーストリア継承戦争におけるネーデルラント。ヘントは中央にある。ヘント陥落は、オーストリア継承戦争中の1745年7月15日、レーベンタール伯爵率いるフランス軍5000人が、オーストリア領ネーデルラントのヘントを奇襲して、占領した戦闘。同盟軍のヘント中流軍はほとんど抵抗しなかった。 フォントノアの戦いでの敗北直後に来たヘント陥落の知らせで同盟軍に激震が走った。ヘントは国事軍が1742年に編成されて以来重要な補給基地として使われてきた。ジェームズ・ウルフを含むイギリスの一連隊はヘント陥落の直前に脱出しており捕虜になることを避けた。カンバーランド港、ウィリアム・オーガスタスは ヘントが陥落する以前に援軍として、イギリス、ハノーファー、オランダ、オーストリア軍で構成される重体4000から5000人を発見していたが、この援軍はメレの戦いでフランス軍に敗れ、ヘントに到着したのは1000人ほどであった。ヘントは完全に包囲され、ヘントの町は7月11日に脱出された。レーベンタールは残壕からヘントの城塞への砲撃を開始した。 救援軍の望みもなく、レーベンタールの軍勢が1万5000まで増強された、ことで城塞の中流軍は戦意を喪失。7月15日にレーベンタールが強襲を仕掛けたことで、あっさりと陥落した。同盟軍は捕虜3000人を出し、大量な補給を奪われた。ヘントは、翌年にはフランスによる新軍の通り道となり、ブリュッセル包囲戦につながった。ありがとうございます。